やっほーい。玉ねぎさん、ひろあきさん、みー、よしのりさん、やますけさん、ゆうてぃ、こんばんは。お疲れしれたまさん、足を怪我してる時酒飲んだら悪化して酔っ払いです。おばっかじゃん。怪我してる時お酒飲んじゃダメって病院でも言われるでしょ。ダメじゃん。何してるんですか。ふんふん。マックスはリバティアイランド圧勝劇、あ、見てなかった。ゴーさん、えみちだよ。ぷにぷにさん、ターボーなべちゃん、いらっしゃい。特ポコかと思った。油断しました。油断は禁物だぜ。え、見よう。 JRA。今日はね、私馬券買わなかったの。エミカさんのアバターってあるの？あるよ。見なさいな。あるよ、3つも。ヤンチョクレさん、ヤッホー。ヤンチョクレさんと玉ねぎさん、これエミカさんのアバターだよ。ユーティーもこれアバターだよ。特保？それは特茶とかじゃん。タシ君おはよう。ヤッホー、ヤンチョクレさん。ダニメサさん、ごきげんよう。犬の散歩から帰宅したところです。こんばんは。あの頃が懐かしいなと思って見たりしてみた。ちょっとなんか回りくどいですね。書き方が回りくどいのでやり直し。懐かしい？だいぶ回復したからいいかなと思って昨日飲んだら良くなかった。腫れました。いや、そうなのよ、そうなのよ。こうなっちゃうのよ、あの怪我してる時は。冷やした？お水いっぱい飲んだ？特定保険用食品マジ取れたって。ヤンチョクレさんのやつとか池さんのも、ターボーのエミカナだよ。りゅうちゃんは実はエミと同じチームに入ると言われていた。どういうこと、どういうこと、そうなん？どこのいつの1番人気、2番人気、3着が人気ないのが来た。え、ちょっと結果見ていい？結果レース結果、オークス 1,2,15 ドゥーラ来たん。713やん、ドゥーラ。713、713、そういうことじゃない？トムさん、こんばんは。残念前の第1回特報ツイート引用してみます。え、やば、はずいはずい。これはやばいですね。なんと私の一番人気どこや。本命、私の本命がどこかわからないです。もうもはやピエンピエン。今日は黄色かわいい T シャツ黄色。あのさ、インターネットで買ってネックレスが届かなくてって言ったん覚えてますか？今日ネックレスが届かなくて、ネックレス届かへんかってんけどって言った。お問い合わせしてみーっていうことだったんでお問い合わせしたんですけど、土日はちょっとなんかダメだったみたい。明日来るっぽい。営業時間外ですって言われた。いいえ、お風呂入ってくるね。あ、早いやん。いってらっしゃい、としくん。アディオース。うたたにしてたら通知来た、起きただって。おはよう。え、エミチのアバターやで。そうやで。トークポートともさん、よろしくね。玉ねぎさん、姫ナイス。ありがとうございます。なんてやってるアバター。正解、プニプニさん。イエーイ。もう一生変えんといてな。部屋整理したらあの頃の写真がいっぱい出てきたから。あ、そうなん？それできたんです、来てくれたんですか。え、ゴーさん、ゴーさんってカッコカリさん、もともとカッコカリさん、名前増やした。多分酒飲んだことよりも水を飲まなかったことの方が問題ないよ。酒飲んだことも問題や。今日見てなかった。クマさん、こんばんは。2月の一斉昇格で、2月の一斉昇格って B2 初めてできた時。リツさん、こんばんは。タマニーさん、だるまさん100個ナイス。せーの、だるまさんが凍るんだ。ナイスです、ありがとうございます。今日は G1 でした。私のオークスの本命は今職場にいます。なんかかっこいいよな、この文章が。まず自宅から特保です。基本は自宅です。東京にいたら事務所やけどね。ユイカの卒コン&公演にアーモンドクロワッサン計画歌うなら当時の衣装で、だって。
当時の衣装絶対入るわけなくない。まずこれか。キヨちゃん正解。怠け者さんいらっしゃい。トモさん今日も可愛い、ありがとう。結局ガーディアンズ、あ、間に合わなかったんや。まあ一回見てるからいいよ。お、夏強行支援行ってた。全部の情報知ってるやんけさ。ゆうやくんこんばんは。もうね、わかんない、ひあの 年数が。なやさんの卒業後もうそれが私が何してた時かとかわからない。もう記憶がこうさ一気にこう、ね、年表を作らないとわかんない。遊びに来たよ、いらっしゃい。ジェウジャジュジュウィジュウィタさんいらっしゃい。しんちゃんこんばんは。え、スクラッチ A 賞ゼロになった。うわー、みんな当たった。高木さんも当たった。当たったって言ってたな。みんな当たった。 B 賞はまだある。 B 賞年表は作ればいいんだよ。年表作るの絶対大変だよね。でもね、この間中学校の幼馴染とご飯行った時に、あの頃の年表作るとか言ったけど、年表作れるかなみたいな。そう、手巻さん去年やったトークイベント大阪でやるの、来てくれる手巻さん。しかもその前日は私の生誕イベントプラスバーベキューイベントの、みんなでお酒飲もうぜ。お酒無理な方はソフトドリンクつぐんで。キムチ鍋うどん中、え、めっちゃ美味しそう。年表整理しないといつ何があったかもう分からんよな。いや本当にそう、本当にそうなのよ。だってさ、年表作られたとしてさ、歴史の勉強したとしてもさ、あれ全然頭に入ってこないじゃないですか。今日特報、特報とな、特報さっき言うたやん。特報って特茶って。ファンコおとなしくていい子です。メンバーいつ何があったか覚えてないよね。ファンの方もでも覚えてない人は覚えてないやろうし、覚えてる人は覚えてるやろうし、メンバーも人にもよるんじゃない。おけいさんこんばんは。あの頃はもうね、ブワーって全部が一気に来たからね。よしーかなさんこんばんは。こんばんは。もしかしてこれも正解。正解です。3つあるよ多分。1、2、あ、ちゃうわ、4つや。4つ、そうだよ、きよちゃんごめん、4つある。4つあります。4つあるぜ。カズさんこんばんは。うんうんうん、よちよち、チロちゃん鼻だけ見えてる。トクポ頑張って、トクポ頑張る。ユーティー、ユーティーおらへん。4つ、4つじゃない ?4つある。ご飯食べてるなうですか。じゃあお母さん帰ってきたんちゃう。下行く。まだおる。まだおるか。お母さん帰ってきた。ガチャンって聞こえた。なもうちょっとしたら、ちゅうちゃん下降りようかな。転勤で三重県行く日に連れとライブ見に行ったの懐かしい。ライブ写真買ったえみつの直筆出てたって。やば、ありがとうございます。まだ残してるか、ちゃんとその直筆。ふふ、仕事終わったら満喫に移動します。了解です、待ってますね。いやー、7月の29、30もまた皆さんに会えるチャンスなので、みんな来てな。待ってる。そう、正解、きよちゃん正解。そうそう、ピースしてるのが2種類あるんですわ。4種類だから。でもそこからは増えてないので、ここから増えるかどうかってところやね。ツナサラダさんこんばんは。8年ぐらい前だって。やば、だって私が卒業してもう6年とか、今年の夏で6年とか多分。そう、在籍してた時間と同じぐらいになりました。もうエミチ推しの連れにあげたんだよ。え、エミチ推しの連れがいるの？今その人何してるんですか？7月29一緒に来てください。一緒に来てよ、連れと一緒に。増えると名前変える可能性出てくるなやって。あ、寝てるから。次だから例えば怒ってたりとかしたら怒るマーク。でも怒るの治安悪いからな。今日は20時から22時までフルで満喫いますね。お、2時間で満喫。2時間おっても結構安いですよね、マジで。感動
する。あれ気づいちゃった、安さに。さやかさんのラジオ一夜限りの復活だって。お、すごい。見る？聞くか。聞く？聞いちゃう？なんかイベントあるんかな。ツイート見たらわかるかな。あ、うん、ツイート見たらわかるわかる。でも一個はまだ申し込み始まってなくて、一個はもうちょっとでファンクラブの申し込み始まりますみたいな感じなのね。感じって言ったら感じなのね。そうだから、7月29は私の生誕イベントとバーベキューイベントがあるっていうのだけとりあえずスケジュールに今すぐ書き込んでくださいで、申し込みの URL が発行されたらまたツイート貼るから、その時にも今来たぞと思って申し込んでください。 OK？ とくぽは一回だけ休んだな。だって懐かしいな。そうですね、焼肉一人ゲット。え、私が知ってる人？あ、ひらめいたとか可愛い、面白い。ハテナも可愛くない？しかもしから足をできながら、あ、そうなんね、言ってたね。玉ねぎさん、大隅キラキラ、ありがとうございます。そっかそっか。エドウィンさん、こんばんは。お、マジでイケさん、バーベキューなら参加できそう。しゃ来て。もうなんなら、でも本当に朝から来てほしいのは山々ですけどマルセさん、ちらりいらっしゃい。ね、早く詳細発表したいな。ね、何するかみたいなのは来てからのお楽しみやと思うけど、 URL とかね。特服お話会より舞台優先だし舞台ハマっちゃったから。ずかさん趣味舞台観劇、おしゃれじゃない。1時間ぐらいやる。私何時から配信してましたっけ何時開始かによるやん。ちくれさん来れるかどうか。うん、大阪市内です。場所は11分から。あ、まだ全然じゃん、全然じゃん、まだ全然じゃん。1時間もできないかも。11分でしょ、30分で41分でしょ。45分ぐらいまでできたらいいな。目標45分。まだ13分、ちょっとまだ15分も経ってない。いっぱい喋った気がしたのに。水着探し、水着着んの？いつ？ iPhone、 iPhone 充電してください充電してください。私の水着、え、どういうこと？キモい？ちょっと大丈夫？大丈夫そう？見て、髪の毛なんか変わったと思いません？美容院行ってきたの。カットしてもらって前髪ができた。前髪長すぎて、で髪の毛も重すぎて。カラーは変えてないんですけど、はい、カラー変えてないんですけど、整えてきてもらってめっちゃすっきり。待って、水がいい、ハスイがいい、パーパーみたいなやつ中に巻くのが普通。どういうこと、どういうこと、分からへん。私は可愛くなってる。ありがとう、ありがとうございます。外羽なの。そうなの、外羽なの。これは美容師さんがやってくれた。水着とかクリスマスとかランダム写真いっぱい買ったの懐かしいなまだまだゲットしてください。グッズ発売したら髪型をたくさん画面越しで確認しよう。あ、あ、トカップ色じゃ、首のとこ結構すいたって感じする。本当？髪型似合ってて素敵だな。ありがとうございます。でもこっからまだ変わるんで、これワンステップ、ステップワン、ステップ1がこれ。今確認できるやんやって。まあ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 
クーラーないと暑いですね。うん、こんばんは、キムルさん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。見せてくださいです。マジ、またね。全部が適当やな。おい。タカッペ適当だな。タカッペ、タカッペ待って。タカッペおる、まだ。タカッペまだおる。ステップ3で金髪になったりして。村木さん、こんばんは。タカッペおる。チームビーチ推しだったから、ナンバ式の写メ会でお世話になりました。あ、いや、お世話になりました。特報縦画面やからより確認やってる。あ、やばたい。あ、おる、高っぺ。7月29、30大阪でイベントあるで。見た？生誕祭とバーベキュー。おいで、タカッペ。30はトークイベント。NMB のメンバーと、元 NMB のメンバーと。私、小学生くらいの時、ミスと握手したことあるって。やば。やば。赤ちゃんじゃん。見た、池さん、そのニュース。競泳用の水着ほどピチッとしてない。ゆったりのタイプを出す。いいやん。顔、ビューティー。優しくて気軽に話せたから本当に楽しかった。なんかちょっと私死んだみたいな、なんかゴーさん死んだみたいな。生誕祭ツイッターで確認してない人もいるよね。私も昨日美容室行ったから見せるわって。 OK、 楽しみにしてよ。そう、生誕とバーベキューイベント。来て、タカッペ来てくれる？欲しい人てんてんてん続きそう。え、トレーニングいいじゃん。そう、このみちゃんどこでもね行くよ。すごいね。あ、出張多いからギリギリならないと分からなくて。そうなん、有給は有給。握手会も再開やな。体重落ちるの止まったから。あーら、うちに止まったらトレーニングとか、あとはチートデーも入れるといいって言いますよね。一回入れちゃうみたいな。大阪住んでたら確実にバーベキューイベント行けるんやけどなーって。へん。あれや、ゆうやくん、あの実家帰省のタイミングと合わせて、合わせて来ちゃう。振付師は資格試験がないって。そう、確かに、あのアクトレスも女優もです。ネタのゲストが気になってしゃあない。ゲストおらなけえへんの。かのめちゃん仕事幅広く美しいやな。以下に握手会行ったけど顔が美しすぎた。みんな可愛いのよ本当に。何日オフにチートで、1ヶ月に1回とかじゃなかったっけ。ちょっけ、たくやさんこんばんは。そんな2日おきにチートデーやったらもうそれは日々の食事生活やもんな。スケジュールどうにかできるか頑張ってみる。ありがとう、ゆうやくん。ゆうやくん の気晴らしになれるように私楽しいイベントにするから、お待ちしております。ゆみかがいればいいんだけどな。ゲストはあんかん、三宅ゆりやちゃん。みんなすぐ釣られる。週1では多いに、あ、でも土日は好きなもの食べて月から金コントロールするって方もいらっしゃるし、日曜日だけ好きなもの食べてっていう方もいらっしゃるから、あの人にはよるんやと思うけど、自分にどれが合うか。暴食しすぎたら意味ないから、自分に合うやり方をみたいなあるよ ね。私はまだ未だに自分に合うやり方が分かっていない。できた、お手してんの、お手してんの。チラピョン、何スタミルケ、ダイエットトレーナーさんつけたいよね。もうずっと永遠にここに
はい、今こここうしてください、はい今これこうしてください、はいこれしてください、これダメです、これいいですよ、これしますとか言って全部やってほしい自分でできひんからもうめんどくさすぎて全部やってほしい。資格のない仕事と資格がものを言う仕事。コメントが急に止まったんだが、そうでももうちょっとで本当にそうロサンゼルス行くからさ、私用意しなあかんねんけどさ、いっぱい、え髪切ってるの分かった、でも切ってるのは、切ったのはでもめっちゃちょっとなの、巻いてるから短く見えるけどそこまで見て切れてないと思うけど、どう軽くはなった、大人都合の世の中やな、えそうなの、何に対してのそうなの、髪切ったやて、それはやばいやろ、それはやばいやろ、あと13分、お、ありがとう、早っ早っ、時間経つの早、ボケが被ってしまった、あちゃんあちゃちゃん、ロサンゼルスアメリカ行くときにこれだけは持っていきなさい、ありますか、2週間、ジョナさんこんばんは、ドライヤー入れた、シーツ、寝袋入れた、パスポート、エスター、お芝居出るやつ、何いるんやろ、プロフ、親戚のお子ちゃまから逃げる猫たち、すごくぬいぐるみに見えるのか、え、かわいい、かわいい、警戒心、スタバでマンゴーなんちゃらのできた、美味しかった、普通にカスタムなしで、ロスでロスしたら困るもの、ロス、何でもロスしたら困るよ、これ待った、そう、夢と希望は大事、夢と希望は大事でさ、気温もさ、なんか日本の方がちょっと暑そうでさ、どうなんやろみたいな、何来たらいいんやろみたいな、パスポートと現金、その辺は一番困ってなくて、あ、愛と勇気だけが友達、それはアンパンマンや、現地通貨も大丈夫、うん、アメリカで、ああ、アメリカね、スポーツですか、愛と勇気、希望と愛と勇気と心意気と、チャーネンチャーネン、おこりだったけど甘い紅茶ってあんまし好きくないのよ、あマンゴーパッションティーフラペチーノでしたっけ、ティー抜きにしたらあれめっちゃマンゴーになりますよ遅い言うの、ついた、お疲れ、なんとかカレンシー、デビットカード使えば問題ない、キュエンシーかな、いやあのね向こうに知り合いいるんで何とかしてもらえるからその辺は大丈夫で、ヘアとワイン、ワイシャツと私、何やったっけそれ、本、アンパンマンだったら新しいかも、ツー抜きでティー抜きできるはず、多分多分できるよ、なんかしかも今日そういうカスタムのなんか見た、
あれにインスタで、どこやったかな、押しない、押しない、なんでだ、街中歩くためのセーラー服、なんでやの、懐かしい曲か、アメリカに知人いるとか強すぎだって、そう知人がいます、中にティー抜きって茶じゃない、マンゴーパッションティーフラペチーノやから、ティー抜いたらマンゴーになるはず、多分スーパーバ、スーパー ST、 スターバックスジャパン、今日スターバックスジャパンのね、ほらやっぱりインスタに載ってる、マンゴーパッションティーフラペチーノ、ホイップクリーム追加してノンティー、ティー抜きにしたらフルーティーなマンゴーとまろやかなホイップクリームでデザート感あふれるドリンクにって書いてんで、カフェ追加、マンゴーにカフェ追加して美味しいの、陽気さんかな、こんばんは、金子支配人、そんなこと言ったかいけそう、びっくりした、びっくりした、ありがとう、ワイシャツと私愛するあなたのためにさせて、はじめまして、陽気さん、マンゴーパーションフラペチーノ、ひろしさんこんばんは、星集めてない漢字がぐちゃぐちゃ、 HKT さんこんばんは、いやなくてよかったじゃないのよ、そうじゃないのよ、ドウェイン・ジョンソンみたいなボディーガードやってみて、感想教えて、あとユスシトラス茶、パッションティーにモカ、ホワイトモカ追加みたいなのもあるよね、部屋とワイシャツと私、なんか切ないなタイトルだけも、お腹すいた、君がいつも、おかえり谷部さん、あ、キーって何、毒入りコーヒー、どういうこと、マンゴーに生クリームかけたらそれやな、ワイルドスピードのごつ人めっちゃ守ってくれそう、ファッションにモカパンチ追加なんて、池さん、あとはね、ね、なんか美味しそうなやつ、これや、ね、最近のさ、いちごフラペチーノあるやん、いちごフラペチーノをアーモンドミルクに変更して、ストロベリーソース、バニラシロップをブレンダーにかけてくださいって言ったら、いちごケーキみたいになんねんて、気になるくない、今日何も食べてん、あれ生誕まで節約じゃないといかんねんけど、あちゃん、え、ゆうてぃんちマンゴーあるん、生クリームもあるん、これはうん、牛乳フラペチーノ、紙いちごフラペ、オリーブオイルの新作、何これ、オリーブオイルコーヒーがあるの知ってる、たこ焼き器、あ、いるか、いる、サラダか分からないから無理そうなんや、チョコラさん、ムカパンチ、もう何言ってるか分からない呪文やったら二つ目なんです注文はね、あれ呪文じゃないの、新幹線の飛行機の方が安かった、嘘、飛行機安い、今飛行機安いんか、私も飛行機取らなくちゃ、帰ってくるやつ、大阪に、
25時間でありがとう、玉ねぎさん。バスキンロビンスのアイス、え、おいしいの？アイスはおいしいの。フラペチーノかと思った。アイスはおいしいよね。バスキンロビンス。ジーンマター？ 3000 円ほど？安っ。世界史の昔の人たち並みに思えられる気がしない。難しい。なんかでもそういうのってメモしてるのずっとこうやって見せたらいいらしいで。ニコさんこんばんは。北海道で震度2。バスキン31。空港は場所が遠いから市内からもう一度遠い。あー遠いよね。成田とかめっちゃ遠いよね。フラペチーノ飲むならバスキン入って。なるほど。予約取り直そうか思ったけど羽田行くのめんどくさい。遠いんや。遠いんやったらね、いや便利な方がいいよ。こんばんけーば、こんばんは。リバティ強し、マジ強し。2つ目の注文何やったっけ。いちごケーキって言ってたやつ、もう一回言ったろか。もう一回、え、もう一回言ったろか。いちご、最近のいちごフラペチーノをアーモンドミルク、ストロベリーソース、バニラシロップ、ブレンダーにかけてください。アーモンドミルク変更してストロベリーソースとバニラシロップは追加でブレンダーに混ぜてくださいみたいな。マクドナルド追加トッピングできた時ツイッターの画面せてくれて、あ、そうなの。猫がご飯よこせって言ってる。あげてください、言うだけだと思ってこれやってみる。でもこれ私見せねえへん。これあのね、インスタでインスタでスタバカスタムマメさん調べてください。マメさんスタバカスタム、これ出てくる。これ見せると人のアカウントやから見せれない。アーモンドミルクだとなんで紙渡されんの。あのソイミルクもやね。トラベリーガールズはブレンディーにかけてぐちゃぐちゃになっちゃう。見てみて、調べても出てくる。めっちゃ参考にさせていただいてる。マメさんのカスタム、私のフォロー欄からこうやって探して見つけていく。レシートみたいなの、あのアーモンドミルクですよっていうやつやろ、で回収するやつやろ、ソイミルクも間違えないように。アレルギーとかの人用にじゃない、違うんかな。アレルギーやったらミルク飲んだあかんから絶対間違えへんようにとか17番のユニフォームとボール。ファン。リオンさんこんばんは。あ、もう45分や、終わりや。スタバ高いんですよ。そう高いのよ。でもアメリカ行ったら絶対行こう。君がいた夏は、じゃあ、はい、じゃあランキング読みます。いきます。13位ギリギリミヤちゃん、12位ラビットさん、11位ジュイタさん、10位ナマケモノさん、9位手巻き寿司王さん、8位ユーティ、7位キキマス競馬の神様さん、6位ツナサラダさん、5位タカさん、4位ナベちゃん、3位シンちゃん、2位ズカさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。後ほど、今日はトークポートだよ、みんな忘れなきよう。ほなまたね、バイバーイ、ありがとうございました。お付き合いありがとうございました。バイバイ。